します。その、あ、お手柄よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今日ようこそお集まりいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからいよいよですよ。はい、平成26年度、オブセ着物コンテストを開催したいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。それでは今回のコンテストについてご紹介させていただきます。オブセ着物コンテストは今年4回目になります。コンテスト参加者のグランプリ、準グランプリはオブセを PR する着物大使として活動していただきます。また本日はコンテスト参加者とは別に着物を気軽に着られることを表現するためにファッションショーのようにステージを歩いていただくモデルさんもいらっしゃいますので、そうなんですよね、これも楽しみですよね、はい、また、はい、楽しみでお待ちください、さて重ねての紹介になりますが、審査には事前の立ち振る舞い講座で優秀な方、そして10月3日から18日まで開催された Facebook 投票で多くの反響があった方、そして審査員皆様の審査結果、そして会場にいる皆様のね投票の反響に応じてグランプリ、準グランプリを選出いたします。皆さんも一票投票くださいね、はい、はい。後ほどお配りします投票用紙、こちらに番号の方をご記入いただくようになりますので、ぜひですね出てくる方々の番号、そうだね、お名前もそうだけども番号を覚えておいていただいて ね何番の方よかったっていうのをね、後で投票していただくということになりますの です、ね、お願いします。残念ながらちょっと本日は着物がよく見えるように番号札をつけておりませんので、しっかりと記憶して覚えておいていただくということですね、はい、僕は何番ですか。0番何番ですかね違いますね、完全にグランプリ狙いに来たんですけどね、まあ、結構オンリーワンのナンバーワンの方だと思いますけれども、はい、さあ全ての演目が終了しましたら一番着物の大使にふさわしいと思う方を用紙にご記入いただくようになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆様、第4回オブセ着物コンテストを開催いたします。皆様お待ちかね、今回のファイナリスト12名の方に登場していただきましょう。出場者の皆さんお願いいたします。ただいまステージに登場いたしましたのは今回のオブセ着物コンテストファイナリスト12名の方々です。オブセ着物大使は着物を着こなせることはもちろんですが、オブセに対する、そして着物に対する熱い思いを同時に持っていることが必要不可欠です。ファイナリストの皆様には自己 PR、 そして審査員の皆様による質疑応答インタビューに答えていただきますので、会場の皆様どうぞその思いに耳を傾けてください。それでは審査に移ります。エントリーナンバー1、田中舞子さん。天候にも恵まれこのような舞台に立つことができとても幸せに思います。エントリーナンバー1番、田中舞子です。小布施町といえば栗、全国でもう認知度の高い小布施町の栗ですが、栗以外にももっともっと素敵なグラムリー、そして小布施ナス、そんな素敵なものが町にあることを最近私は知りました。グラムリー、オブセナス大ファンです。一度訪れるともう一度行きたくなってしまう、そんな魅力のある素敵な街オブセ、その魅力をオブセのクリちゃん、マロンちゃん、そして街の人たちと一緒に全国各地自己 PR していきたいと思います。そしてもう一つ、着物の似合う街
小布施、着物で歩きたい街小布施を目指し、自分自身着物が似合う女性になれるよう、さくら美装着物学院米子先生のお下お膝元、着物について学びたいと思っております。日々成長し、お布施のことについてもっと学んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは審査員の方からのご質問に答えていただきましょう。一人目は永井様、お願いいたします。はい、田中様、大変ハキハキしたお話ありがとうございました。グランプリに輝いたら、今大使の役割の他にどんなことをしてみたいと思っておりますか。お聞かせください。もしグランプリに輝きましたら、子育て中のお母さんたちがもっともっと着物が身近で着られるように、率先して一緒に街を歩いて活動できたらいいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございました。エントリーナンバー2、村井真紀子さん。失礼いたしました。エントリーナンバー2番、村井真紀子です。本日はこんなお天気もいい中、大好きな着物を着てこのように素敵なステージに立たせていただいて、本当にワクワクして楽しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。さて、皆さんは着物に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。結婚式や成人式で着るもの、やはりあまり普段の生活には馴染みがなく、ちょっと敷居が高い特別なもの、そんな風に思っていらっしゃる方も多いかもしれません。私も1年半前に立花さんで着付けを習い始めるまではそんな風に思っていました。初めは自分で浴衣が着られるようになれたらいいなという軽い気持ちで、なかなか着るのも難しく、大丈夫かなと思うこともありましたが、次第にそれは自分で着物が着られるという喜びに変わっていきました。そして何より着物は私の生活に思っていた以上に彩りを与えてくれました。私が今日着ているこちらの着物は、お布施がもっと着物が似合う街になるようにと一枚一枚寄付してくださったものです。お布施はただ歩いているだけで本当に楽しい街ですが、例えばこのような着物を着て歩いてみると、何でもない一日がより楽しい特別なものになると思います。私は着物大使になりましたら、そのように着物をより身近に感じられるきっかけとなれるような存在になりたいと思っております。2番、村井真紀子、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは審査員より松本米子様、お願いいたします。はい、真紀子さんにご質問させていただきます。はい、はい、お着物が自分でね、着られるようになっていいことたくさんあったと思われますけれども、どんなところが一番良かったと思ってられますか。そうですね、一番を決めるのは難しいんですが、何より楽しいこと、自分がより着物を身近に感じられるようになったことですね。例えばちょっと着物を着て出かけたいなと思う時でも、誰かに着付けてもらわなきゃっていうとちょっと敷居が高いこともあるかとは思うんですが、自分でパッと着物が着られると、よし今日は着物でというふうに普段着の一部として着物を感じられることができます。これが私が着物を習っていてよかったと思うことです。はい、とても嬉しいお話ありがとうございました。エントリーナンバー3、町田夏美さん。エントリーナンバー3、町田夏美です。今日は、母からもらった着物で参加させていただいています。どうでしょうか。
私は長野市に住んでいて、小布施の近くにいます。小布施の栗がとても大好きなので、よく小布施の栗を食べに来て、友人と食べ歩きをしたり、あとはどんどん発展していく小布施の街を散策するのがとても楽しみです。今年初めて小布施マラソンにも参加させてもらいました。暑い中、沿道の皆さんが一生懸命手を振ってくださったり、お家でできた新鮮な野菜や果物を振る舞っていただいて、本当に温かい街だなということを感じました。そんな温かい街、小布施を全国の皆さんに知っていただけるようにお手伝いをさせていただきたくて応募をしました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは審査員より久留美沢様お願いいたします。はい、町田さんに質問させていただきます。町田さんならではの小布施町の PR 方法がもしあれば教えていただけますか。やはり小布施の近くに住んでいるので、この時期は秋になると栗が旬でたくさんの方が訪れてくださいますが、それ以外にも四季折々小布施の魅力があると思いますので、そちらを PR できればと思っています。今回初めて私 Facebook をやらせていただいて、ネットワーク、そういったものの大きさも感じましたので、そういうのも活用して PR をしていきたいなと思っています。ありがとうございました。エントリーナンバー4、若月舞香さん。エントリーナンバー4番、若月舞香です。私は小布施町の隣の須坂市で育ちました。幼い頃から母や姉に連れられて小布施町にはよく遊びに来ました。夏はハイエーオアシスの噴水麦で水遊びをしたり、秋は美味しいものを食べ歩きました。たくさんの魅力のある小布施町が大好きです。今日のこの振り添えのポイントはこの古典的な柄です。この後のウォーキング審査でこの古典的な素敵な模様を美しく見せるように頑張って笑顔で歩きますので、応援よろしくお願いします。本日はお願いします。ありがとうございます。それでは審査員より小林様お願いいたします。はい、小林さんに質問なんですが、着物を着た時、自分のどんなところがいいな、好きだなって思いますか。はい、普段は髪型を下ろしていることが多いんですが、お着物を着た時アップスタイルにします。その時に普段は隠れているこのうなじが見えるんですけど、その意外と自分のうなじが綺麗なことに今日気づきまして、うなじがとても好きになりました。とても素敵です。ありがとうございました。エントリーナンバー5、大沢文香さん。こんにちは。エントリーナンバー5、大沢文香です。私は以前から祖母や母の影響を受けて着物にとても憧れていました。成人式をきっかけに、着物を習い始めまして、半年前に準師範の資格を取得いたしました。通常の着付けのレッスンだけではなく、イベントなどに参加させていただくことによって、さまざまな着物に触れてとても楽しさを感じています。また私は全国観光特産士の資格を持っていますので、その知識を生かしてこの小布施町を PR していきたいと思います。この活動を通じて、着物と小布施町それぞれ学びまして、町内だけではなく全国に伝えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは審査より八幡様お願いいたします。それでは大沢さん、質問させていただきます。僕今美容室をさせていただいてるんですけども、お客様でも着物を、着てみたいという方が結構おられるんですけども、今日の着こなし、あとまあヘアだったり飾りだったり、そういうところでのトータルでのテーマだったり何かお持ちでしょうか。はい、今日は
そうですね、小布施の町に合うように古典的な柄を選びました。ゴールド級の小物を使うことで少し豪華に仕上げています。以上です。はい、とてもお似合いだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。エントリーナンバー6、松橋沙織さん。こんにちは。エントリーナンバー6番、松橋沙織です。今回、小布施に来るのは、着物コンテストをきっかけに、すごく久しぶりなんですけれども、今日はお祭りもあるということで、すごく活気のある小布施を、回りしていただいて、楽しい一日になっております。昨日も来たんですけれども、今日もすごく皆さん楽しそうで、私もすごく楽しい気分になっております。今日なんですけれども、大伏せの方に寄付していただいたという着物を着させていただいております。で、髪なんですけれども、ちょっと普通聖花を使わせていただいてまして、信州ということで、ちょっとリンゴも姫リンゴを刺しております。で、こう、普段洋服なんですけれども、服飾学科のでということで、洋服じゃなくて、和服、浴衣ですね、浴衣や小物も作ったりしております。なので、大使になったらそういう細かいところも教えできるので、そういうことも皆さんにお伝えできたらなと思っております。ありがとうございます。では審査より北原さん、ご質問お願いいたします。着物を自分で着られるようになりましたら、どこか行きたい場所 などはありますか？お布施にあまり来られる機会がないので、そうですね、いろいろ回ってはみたいんですけれども、何点か気になっているところもあって、すごく食べることが好きなので、アイスクリーム屋さんとか有名なところをまず回って、いろんなところを知っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。エントリーナンバー7、下山香織さん。失礼しました。エントリーナンバー7、下山香織です。着物が好きだし、小布施町も憧れがあるし、やってみようかなと思って参加させていただいたこのコンテスト。正直なところ、小布施町のこともお着物のこともまだまだ勉強中でございます。でも、このコンテストに参加させて講習会を重ねるごとに、より着物大使として小布施町のお手伝いができればと思うようになりました。着物大使になりましたら、小布施町の皆様とよりこの町を盛り上げていかれますよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では審査員より平岡さん、お願いいたします。はい、島山さんに質問させていただきます。今日の着物の好きなところはどこですか？はい、今日の着物は、祖父が私たち三姉妹のために用意してくれたものなんですが、辻ヶ花という花があしらわれておりまして、柄が続いておりますので、身長を生かせるというところが、とても気に入っております。あと、この半襟は成人式の時に、京都まで足を運んで購入したもので、とても思い入れがあるものです。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。エントリーナンバー8、飯塚幸子さん。皆様こんにちは。今日はこのような素敵なお布施、素敵なコンテストに参加できることを本当に嬉しく存じております。着物の魅力的なポイントはたくさんあると思いますが、私にとって一番のポイントは、世代を渡って受け継がれていくという点です。今日のこの着物も母の付け下げです。私が子どもの頃、授業参観の時、母はこの白い付け下げで教室の後ろに立っていました。私はちらっと横目でそれを確認すると、なんとなく自慢な気持ちになったのを今でも覚えています。実は今日この後行われる着物ショーに、私の高校生になる娘が
着物デビューいたします。もちろん私の振袖を着ております。黒いシックなモダンな柄なので、私で考えてヘアと帯に色とりどりのお花でデコレーションをしてみました。そちらもご覧いただけると嬉しく思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。では審査員より石黒さんお願いいたします。飯塚さんにご質問させていただきます。素敵なあの着物の思い出の話ありがとうございます。着物の話たくさん聞いていただいたんですけれども、お伏せで好きなところをお伺いしてもよろしいですか。今回このコンテストに参加するにあたりまして、何日かお伏せを散策させていただき、ちょっとあ、この町こうなんだって思った点がございます。町の皆さんがこう一体になって、こうお伏せが好き、お伏せを盛り上げていこうっていう、こう意識がたくさん満ち溢れているような、具体的に申し上げますと、例えば人気のあるスイーツ店に予約のシステムとかを伺いに電話したり訪れたりするんですが、きっとこの今すごいたくさん人がいらっしゃる時期に、一日に何十回何百回と同じ質問をお店の方って受けると思うんです。でもそういう時にも本当に親切丁寧に、あ、すみません今日はもう売り切れてしまったんですよ、でも明日の何時から始まりますからよろしければいらしてくださいねっていうような、とっても丁寧なこう案内をいただいて、それが一つの店舗でなくて複数の店舗で同じようなこう対応を受けましたので、あ、きっとこの町の方々はこの町を自慢に思っていて、どんどん盛り上がっていけるようにみんなで一体になっているんだなっていうのが感じられたのが、こう散策していて私までなんかもっともっとお伏せを有名にできたら、こんないい町もっとみんなに知ってもらいたいなと思いました。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。エントリーナンバー9、石田美由紀さん。エントリーナンバー9、石田美由紀です。私はお伏せが大好きです。着物が大好きです。昔ながらの趣のある街並みとモダンな雰囲気の合わさったお伏せ、そんなお伏せには着物がよく似合います。最近では着物を着る方が少なくなってきているようですが、ぜひもっと老若男女問わずに着物を着ていただきたいです。着物を着ると色気が3割は増すような気がします。皆さんもお伏せを訪れる際にはどうか着物でいらっしゃってみてはいかがでしょう。ありがとうございました。それでは審査員より永井様お願いいたします。ありがとうございました。石田さん、お聞きしますと、あの美術館巡りが好きっていうようなお話でございますけど、この美術館と着物とというのはどんなようなこう感じになるんでしょうか。感じといいますか、関わりといいますか、そんな点ちょっとお話しいただけますか。はい、そうですね、昔からのその歴史のあるものが好きなので、美術館や博物館巡りが大好きなんですが、その時代に生きた方の独創性や探求心、追求心、そのあたりが着物とも重なって感じられると思うんです。はい、ありがとうございました。素晴らしいです。エントリーナンバー10、岩船美優さん。エントリーナンバー10番、岩船美優です。私には3つ上の姉がおり、今年の夏までスペインに留学していました。その姉が、姉から聞いた話なのですが、スペインにも着物を着るサークルがあると聞き、海外でも日本の着物文化が受け入れられているということを知りました。海外では日本というとアニメのような
ポップカルチャーを思い浮かべる方が多いと思いますが、日本といえば着物と思ってもらえるよう、着物の大使となり、お店から世界へ着物の素晴らしさを伝えていきたい、したいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは審査員より松本様よろしくお願いいたします。はい、じゃあお尋ねいたします。このスコー地域ですよね。この辺にも素晴らしいところがたくさんありますけれども、この中で一番真っ先にお伝えしたいところ、そこはどこでしょう。そしてまたどんなカットがそこは好きなんでしょうか。私は小布施町の隣の須坂市出身なんですが、今大学1年生で埼玉に住んでいます。で、改めて埼玉に住んで思うことなんですが、鈴鹿地域はやっぱり近所の方々とのつながりがすごい強いなと思って、ここが大好きです。やっぱり都会というか、なかなか生まれた鈴鹿ではすごい近所の方々とお付き合いするのが当たり前だったんですが、やっぱり一人暮らししてそういうことがないので、とっても寂しいなと感じているので、鈴鹿やスコー地域の近所付き合いというか、近所のとのつながりが強いところが魅力であるなと思って出します。ありがとうございました。エントリーナンバー11、片岡遥さん。エントリーナンバー11番、片岡遥です。私は他の参加者の方のように着付けを習ったことがないので、まだ自分で着物を着ることができません。だからこそ、まだ着物に触れたことがない人や着物を着る機会が少なかった方と一緒に一から勉強をし、親近感が持っていただけるような大使になりたいと思っています。そしてこの風情あふれるお布施で何気ない日常の中でも着物を着た人が行き交うような、そんな街にしていきたいと思っています。そのために大切だと私が考えていることは、新しきを訪ね古きを知るだと思っています。例えばベレー帽やハイカラさんが通るのようにブーツを履くことで、またトレンドのアイテムを取り入れることで若い人もより着物に興味を持っていただけると思っています。新しきを訪ねるの部分は私が、そして古きを知るの部分はこの会場にいる皆様や小布施町の方、そういった方々にご協力をお願いしたいと思っています。日本の可愛いは原宿から、そして日本の綺麗はこの小布施町から発信していきたいと思っています。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは審査員より久美沢様お願いいたします。はい、片岡さんに質問させていただきます。着物といえば京都のイメージを持たれている方が多いかと思うんですが、小布施町が着物の町として今後有名になって、より皆様に着物の町として知られるために、あなたならではの、どんな着こなしをしてどんなところへ行きたいと考えていらっしゃいますか。はい、そうですね、やはりさっき言ったようにベレー帽をかぶってみたり、ブーツを履いてみたり、ちょっと今トレンドのものを入れてみることで、また着物、例えば親から引き継いだ着物などにもまた新しく命を吹き込んでいけると思います。そういった新しい着方もいいのかなと思っています。そして行きたい場所ですが、もちろん風情あふれるところはそうなのですが、私が今一番行きたいところは、私は生まれたところが神社なのですが、数年間進学の関係で帰れなかったので、行って祖父母にも見せたいと思っています。やはり七五三の時には考えられないこの大きさの振り袖で、また綺麗な着物を着れるようになったよっていうのを今一番伝えたいと思っています。素敵なお話ありがとうございました。では最後です。エントリーナンバー12、長澤幸恵さん。エントリーナンバー12番、長澤幸恵です。今回このステージに立てたことをとても光栄に思います。着物に関してなんですけれども、私はちっちゃい時から着物と触れ合う機会がすごい多くて、またそ
祖母母と私と3世にわたって着こなした着物があったりと、お着物に関わることが大変多い生活をしてまいりました。そしてまた小布施町にもご縁があり、昨年亡くなった祖父とよく小布施町の安市に毎年来て手を引っ張られていろんなと小布施町の中を歩いたっていうのがすごい印象的なので、着物は大好きですし小布施も大好きですしということで今回このステージに立たせていただきました。私が小布施大使になりましたら、小布施町のいいところをちっちゃい時からたくさん見ていますのでそこを PR していけたらなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では審査員より小林様お願いいたします。はい、僕は普段あまり着物を着る機会っていうのはほとんどないんですが、私服と着物の時のやっぱりこう気持ちの違いというか心境の変化とか、何かこうありましたら教えてください。はい、着物の時は気持ちが引き締まりますよね。縦締めやいろんな紐を使って帯とかを使って自分の体を引き締めますので自然と気持ちも引き締まります。洋服というのは普段実用性ですか、プライベートとか実用性を重視した部分なのでその違いだと思います。はい、ありがとうございます。どなたが大使になっていただいても良いと思える素晴らしい方々ばかりでございました。審査員の私も大変今からドキドキしながらどうしたらこんなふうに思っているところであります。小布施町を和装で PR する着物大使コンテスト審査委員長として本日はその選出に力を込めてお手伝いをしたいと思います。本日お越しの皆様にもぜひとも最後までお付き合いいただきますようお願いを申し上げまして開会のご挨拶いたします。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。永井様ありがとうございました。